FM802.AFM802.Design your fantastic future.Let's jump up!Supported by Moderna Japan.11 月17日金曜日、時刻は夜8時を回りました。坂東彩花さんのポッピンフラッグに代わって、ここからは FM802Design your fantastic future.Let's jump up!Supported by Moderna Japan.こんばんは、 DJ ファンタスティックスの中島聡太です。今夜はですね、録音 DYFF 録音中島聡太でお送りします。よろしくお願いいたします。そうなんです、今日ねちょっとお仕事がありまして来れなかったので録音をしておりますけども、この1時間リアルタイムな感じでね楽しんでいきたいなと思いますので、最後までぜひ聞いてください。よろしくお願いします。まあね、そろそろもうこの放送中は多分寒くなってると思います。なのでね、こう冬に向けてやっぱり僕も最近そろそろ出そうかなということで、ダウンとか昔のものを見てたんですけども、コートとかね、でもやっぱ結構いつも黒の使いやすい感じを買うんですよ。ダウンだったりとかこう長いロングコートをいっぱい買った瞬間いっぱい着てるんですけど、最近見てやっぱこれ絶対使うなということで、もうね黒は絶対に使うのよ、何年も。だからいいのをね今年も買おうかな。まあ、今年というかね、持ってるやつも使うんですけども、今年もなんか新しい、逆にちょっと攻めながら、冬服みたいなのをね、買おうかなと思っております。はい。そして、今日なんと、将棋の日だそうで、好きなボードゲームは、ドンジャラって知ってます？皆さん。ドンジャラ。で、僕はね、昔はドラえもんのドンジャラを家族でやってて、クラシックそう、なんかねあれめっちゃやってたな。そう、ドンジャラ懐かしい。今もやったらうわ懐かしいって思うんだろうな。ドンジャラやってみたいな。で、一時期ね妹が将棋にハマった時期がありました。将棋やりたいって言い出して、でそれをねおばあちゃん家で言ったら、おじいちゃんが将棋めちゃくちゃ詳しいとかやってたのかな。なので本気でしたいのかと、なんかどんどん厳しくなってきて、これはこっちの方がいいとか、その妹がその熱量にやられてちょっと将棋を一回お休みしてましたけどもでも将棋できるとかっこいいっすよね。僕もルールはね覚えたんですけど、ちょっとやらないと上手い人には勝てない。しかもね蒼太くんもいますし、蒼太くんがすごすぎるんでね、将棋もねやって、同じ名前ですから、そうそうそう、藤井蒼太くんね、同じ名前ですごいことになってますから、ちょっと僕も将棋は頭に入れとかないとなと思っております。はい。そんな中島聡太がお送りする DYFF のレギュラーコーナーは We Can Do It。 あなたが今挑戦していることで相談したいこと、頑張りたいことで悩みだったり不安なこと、メッセージを送ってくだされば、あなたのジャンプアップをサポートしっかり応援します。今夜はですね、ストックしてあるここ最近のコーナー宛てメッセージから2名を選ばせていただきました。メッセージ採用されたあなたには番組特製ワイヤレスイヤホンをプレゼント。それではオープニングナンバーいきましょう。こちらはですね、デビュー5周年記念日12月5日にリリースする3枚目のアルバムファンタスティックロケットからリード曲のですね、この曲で盛り上がっていきたいと思います。それでは聴いてください。ファンタスティックスでスターボーイズ。11月15日にリリースされたバウンディニューアルバムレプリカから1枚目に収録されているレプリカバージョンの怪獣の花歌聴いていただきました。まあ怪獣の花歌もともと好きでいっぱい聴いてたんですけども、このレプリカバージョンいいですね。なんか裏にトラックも変わってるし、ギターのフィルとかね、あとサビとかのあのコーラスとハモの入り方とかめちゃくちゃいいなってめちゃくちゃいいなって思いながら聴いて、なんかこの自分たちの曲をこうアレンジしてやるっていうのもいいですね。僕たちもね、タク高橋さんとかにこうアレンジしてもらったリミックスバージョンとかも出てるんですけど、こうハモを入れているバージョンとかちょっとだけ変化するみたいなのを、なんか音楽的にも楽しんでみたいなっていうのを感じたこのレプリカバージョンの怪獣の花歌聴いていただきました。今夜はですね、録音 DYFF ですので、たっぷり僕がセレクトしてきたプレイリストを披露する時間でございます。番組前半のプレイリストテーマは秋の散歩ミュージックでございます。まあね、最初はちょっと秋の話もしようかなと思いますけども、秋といえばやっぱ趣味でカメラもあるし散歩もそうなんで、あと秋のこの涼しい感じが大好きな中島はですね、どこに行きたいかと言いますと京都ですね。京都の秋は感じたい。だってそうだ、京都へ行こうありますよね。
そうだ京都行こうかな。であれでもね、ソータってよくいじられてましたけども、ちょうどね京都めちゃくちゃいいんです。嵐山とかも行きたいし、トロッコとかも乗りたい普通に。で景色いいとこ行ったりとか、あの清水寺もめちゃくちゃ綺麗。一回行ったことあるんですよね、紅葉の時期に清水寺。その時のね綺麗さが忘れられなくて、今も行きたいし気持ちいいだろうな。で今はフィルムカメラで絶対いっぱい撮ってみんなに見てもらうってね、なんかその見てもらうまでが一個になってますけど、すごいって言われたいんですよねやっぱりね。これ撮れないよとか。で紅葉を撮ってるプロカメラマンさんめっちゃいるじゃないですか。でツイッターとかにもたくさん上げてるんですけど、めちゃくちゃうまいのよ。なんであんな綺麗に撮れるんだろう。でもちょっと編集もあるんですけど、その編集も学びたいなと。もうどこに向かっているんだと思いますけど、でもそれぐらいねちょっと突き詰めてやっていきたいなと思いますね。そんな感じでございます。そしてまあこの秋の散歩ミュージック、このテーマに沿ってですね選んできたんですけども、なんか気持ちいい感じでこの2曲を選んできました。皆さんと一緒にねこの時間、まあ散歩してる方もいれば家でゆっくりしてる方もいらっしゃると思いますけども、この曲を知ってまた明日からもね散歩するときに聴いてもらえたらなと思います。それでは1曲目聴いてください。レイニーで Up to me。 お送りしたのはくるりで琥珀色の街、上海ガニの朝でした。 FM802 Design Your Fantastic Future Let's Jump Up Supported by Moderna Japan、ファンタスティックス中島聡太がお送りしています。番組前半のプレイリストテーマは秋の散歩ミュージックということで、3曲目はですね、まあ先週立冬を迎えていよいよ冬の入り口が近づいてきているタイミングで聞きたい秋から冬の空気感を感じることができるナンバーを選んできまして、まあこの曲はですねみんな知ってると思います。そしてライブ映えもするし、この曲は学生の頃友達がですね、まあアーティスト名を言うとミスターチルドレンさんなんですけども、すごく好きな子がいたんですよ。でそのことめちゃくちゃ聞いたり、あとこの曲も高すぎないキーが、だからその学生の声変わり中でも歌えたんですよ。なんか自分的にはね、だからカラオケでめっちゃ歌ってた印象があって、懐かしい曲だなと思いまして選んできました。それでは聴いてください。ミスターチルドレンで口笛。ファンタスティックス中島聡太がお送りしています。 FM802 デザインはファンタスティックフューチャー Let's Jump Up Supported by モデルナジャパン。レギュラーコーナー行きましょう。 We can do it! We can do it! We can do it! ここからは We can do it コーナーでございます。あなたが今挑戦していることで相談したいこと、これから頑張りたいことで悩みだったり不安なこと、そんなあなたのジャンプアップをサポートしっかり応援するコーナーです。今夜セレクトしたメッセージはラジオネーム夢夢夢さん。ソータくん助けてください。泣きどうした急に。最近本当に忙しくていつ終わるかもわからない繁忙期なんです。ほう、会社にいる時間も長いし頭もたくさん使うからすんごいお腹空いてお菓子とかも食べちゃうんです。ソータくんに会える予定もあるからダイエットしようって決意したばっかりなのに、このままだとムクムク状態で会うことになっちゃうよ泣き。仕事もダイエットも頑張りたいからソータくんからの一押しください。なるほどね。まあこの年末はねどうしてもどの仕事も忙しくなるし、みんな悩んでる悩みなんじゃないかなこれは。でまあ我慢よりは食べちゃった方がねいいかなと思うんですよ。これどうしよう我慢しようっていっぱい考えちゃうと逆に仕事もね集中できないから、もう食べちゃえ。ただしその次の日朝活でランニングはどうでしょうかねえ、これでも忙しくて朝活で起きるなら寝たいって思う方もいらっしゃると思うんですけど、朝起きて本当にね10分でもいい、外出て走って帰ってきてでもいいので、それやると仕事もねすごくスムーズにいくし、なんかあれ俺めっちゃできてないってなんか錯覚するんですよ。朝活ってね本当にその感じがいいんで、しかもそのお菓子食べてたけど動いたから大丈夫っていうその自信もつくし、何かと夢夢夢さんには合ってるんじゃないかと思います。なので朝活そして仕事頑張ってください。そして会いに来てください。ラジオネームことはさん。そうたくんこんばんは。こんばんは。私は今美容の専門学校に通っていて今年国家試験を受ける予定です。
美容師の国家試験の実技試験は課題が2つあって、1つがカット、もう1つが2種類ある中のどちらかで、そのもう1つの課題がつい最近発表されたのですが、その発表が終わってからは授業や学校の雰囲気などが国家試験モードにガラッと変わり、今までとは少し違う環境になり、今までももちろん国家試験を目指して頑張ってきましたが、以前よりも国家試験を受けるという実感が湧いてきて、毎日プレッシャーに押しつぶされそうになっています。まあなんかそれもありそうですね。急に変わる感じね。いいね。そうたくんはプレッシャーに押しつぶされそうな時やプレッシャーを感じている時、どのようにして気分転換しますか？なるほどね。これはでもね、本当に大丈夫大丈夫って思ってやったらできるみたいな、本当にちょっとね軽い気持ち、大丈夫だっていう感じでいくとねのが多いかな。プレッシャーも相当あります。それこそね、初めてのライブの初日なんて相当なプレッシャーだし、あと直前に変わったりもするんですよね。こう見に来てくださる方には分からないようにするんですけど、急に2曲変わったりとか、MC が入ってないところでここ入れれるとか、そのめちゃくちゃ変更点があるんですよ。その中でもやっぱね、来ていただいた方にもう全力で、なんだろうな、届けたいっていう思いがあるんで、その頑張れるんですけど、そのプレッシャーとかありますよ。でも僕たちはですね、なんかメンバーがいるっていうのも強みだと思うし、皆さんが最高の笑顔で迎えてくれるっていうこともあるので、大丈夫だ、どうなっても全員が助けてくれるとか、いい雰囲気を作ってくれるっていうのを持ってですね、もう全力でぶつかってますけど、なのでね、国家試験またちょっと違う感じのプレッシャーだと思いますけども、こう絶対栄養になってるし、なるようになってるみたいな気持ちで頑張っていただけたらなと思います。そしてもう少しありまして、あと最近そんな学校の帰り道によくサムデイを聞くのですが、辛い時こそ信じ続ける、いつかきっとわかるだろう、その意味を、という2番のサビ前の歌詞がとても好きなので、応援メッセージとしてワンフレーズ歌ってほしいです、というね。なんか録音 DIFF だったので、ちょっと何かしようかなと思ってこれ選んできたんですけど、なのでね、少しだけじゃあワンフレーズ軽く気持ち込めて歌わせてもらいます。じゃあ行きますよ。辛い時こそ信じ続ける、いつかきっとわかるだろう、その意味を。どうでしょうか。録音 DIFF でね、今まで聴いてくださってる皆さんにお届けできたなと思います。まあ、この曲はですね、ファンタスティックスでカバーさせてもらっていまして、まあ、EXILE さんの楽曲をですね、まあ、自分たちもこのサムデーっていう曲にすごく勇気づけられて、あと僕個人的なんですけども、 EXPG 大阪校の新人発掘オーディションっていうものがあって、それで受かれば PG 生に特待生として入れるっていうオーディションがあったんですけど、そのオーディションを受けたんですけど、その一番最初、人生で初めてのオーディションはサムデーで僕は挑戦しましたね。なのですごいね、思い入れもあるし、そのまま自分もカバーさせてもらってるっていう、すごく素敵なつながりがあるような楽曲だったので、このメッセージ嬉しいですし、琴葉さんに届いたら嬉しいなと思います。そしてファンタロのね、皆さんにも届いたら嬉しいなと思います。今夜ですね、この We Can Do It のコーナーを締める曲はこちらでいきたいと思います。それでは聴いてください。ファンタスティックスでサムデイ。お送りしたのは牧原紀之で冬が始まるよでした。デザインはファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップサポーテッドバイモデルナジャパン。今年中にですね、やっておきたいことはなんだろうね、やっぱね、毎年そうなんですけども、大掃除をやっぱね、年末と忙しくなるじゃないですか。でやらないといけない、バリスティックボーイズのマサヒロも、なんかマサヒロの家に結構行くことがあって、その時もね、年末よく行ってたんですけど、しっかりと大掃除するんですよ、彼。なんかね、しっかり者の感じを見て、自分も見習わないとなと思って、もう絶対に今回は、どんだけ忙しくても、大掃除をする。そう。綺麗にする。で、来年また頑張ろうって思う。それはね、今年やっていきたいなと思います。そして毎年冬の楽しみはということで、冬の楽しみね、なんだろうな、まあ一年中湯船に入ってるんですけど、冬のあの寒く
家に帰ってきた湯船一発目、本当に気持ちいい。足が冷えてるじゃないですか。で、湯船入った時のあの気持ちよさは半端ないし、あとはサウナですね。僕サウナ行くんで、外気浴が寒くなってるとめちゃくちゃ気分上がりますね。まあ、水風呂入って、まあ、夏もね、気持ちいいは気持ちいいんですけど、冬の外の寒さが一番整うので、今回はね、冬はいっぱい行こうかなと思います。あと何年経っても雪はテンション上がる。初雪とか言って、もう本当になんでか、絶対みんなやるけどね、こう手に雪を乗せる仕草。あれはやっちゃいますね。そんな感じですかね。今年の冬も楽しんでいきたいなと思います。まあね、こう気温が寒くなって皆さんも体調管理はしっかりしながら、ライブだったりイベントにも来ていただきたいなと思います。次の曲はですね、皆さんに共有したい曲でございます。この方々はですね、FM802 ロックフェスティバル、レディオクレイジー2023、12月28日に出演されます。その方々の楽曲で僕もめちゃくちゃ聴いてる楽曲です。それでは聴いてください。コーディーリーで、冷やしネギそば。ファンタスティックス中島颯太が1時間お送りしてきました。FM802 デザインはファンタスティックフューチャー、レッツジャンプアップ、サポーテッドバイ、モデルナジャパン。ラストナンバーは週末が始まる前に皆さんの気持ちがジャンプアップしたらいいなと思ってセレクトしました。綾香小袋でワインディングロードでした。これは誰かと気持ちよく歌いたいなと思って選びました。なんかゆうせいくんともたまに楽屋とかで歌ってるんですけど、ここにね誰かが女性の歌声入って3人で歌えたらなぁなんていつかね思っております。そして僕たちはですね、12月5日デビュー5周年の日にサードアルバムファンタスティックロケットをリリースすることが決定しておりますので、皆さんぜひたくさん楽曲そしてミュージックビデオ見てください。よろしくお願いします。 FM802 この後夜9時からは高木梨沙さんのロックキッズ802です。僕中島颯太とは来週金曜日夜8時またここでお会いしましょう。録音 DYFF 聞いていただきありがとうございました。いきます、バイチャー。